155キロ元今163になった。新人類じゃん。新人類がうちの配信にいる。俺と一緒に YouTube やんない？やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。雷神はね、いや最近、あのね、雷神ね、あいつめっちゃ食うから。クオリティの、これが激しいんだよ。めっちゃかっこいい時、ベーンってかっこいいんだけど、あれ雷神、丸になったっていう時、ベーンって下がんの。あいつ、食う量めっちゃ多いんだよね。でも痩せて、シュッとした時は、すごい、雷神。あ、上、ブーン上品だし。雷神はすごい食うよ。お前らの思ってる、ああ、なんか食うんだな、のレベルの食うじゃないからね。すごいぞ。俺とだって中華行った時とか、餃子5枚入り3皿に、なんか麺食ってチャーハン食ってたもん、あいつ。すげえ食ってたよ。シャルル氏より食ってたな、あの時は。だから太る時はポーンっていっちゃうんじゃない？シャルルは量ってより感覚って聞いた。太る術は完璧に心得てるんだ。まあ、真理だけどね。太りたい人は空腹の時間をなくすといいよ。お腹に満たされてる時間が多いと脂肪に変わっていくからね。脂肪は筋肉になるは今なんかちょっと古めの情報らしい。俺そっちルートやったことないからわかんないけど。なんか、あの筋肉論ってさ、今でもその更新されてる情報がたくさんあるからおもろいよ。それこそだってさ、有名な話だと、あの、プロテインとかを飲むゴールデンタイムの話。10年前とかは、その、プロテインを飲むタイミングが一番いいとされてるのが、運動した後。今でも効果あるんだけど、今のゴールデンタイムって言われてるのが、運動の1時間前だから。今は前がゴールデンタイムって言われてる。でももうほんとゴロゴロ変わるのよ。体のそこらの筋肉って。最新情報を追い求めてないと置いてかれる。YouTube とか言ってること全員違うね。それこそなんかおっさん系だと前の情報言ってるし、若い人だと最近の情報言ったりするけど、もう本当に、やっぱり自分で見つけたりした方がいい。効果的に痩せる方法は筋肉をつけた方がいいね。結構痩せるっていう時に、走るっていう人がいるんだけど、かなり辛いやり方だと思う。走るって有酸素運動だから、脂肪も減るんだけど、筋肉もなくなるんだよね。だから、代謝自体は上がんないんだよね。短距離の選手とマラソン選手の体格って違うやん。ちょっと極端だけど。マラソン選手ってさ、筋肉ついてるイメージなくない？あえて痩せるけど、筋肉もなくなっていっちゃって、代謝が悪い。有酸素ってだってきつくね。運動すりゃいいって言うけどさ、やっぱりダイエットとかしたいです、どうしたらいいですかっていう人に、お前、作って運動するのが一番だよっていう人いるけど、辛くない？だったらもう辛くない方法を取りたいに決まってんやんね。15キロ減っても見た目変わらんって言われてダイエットやる気せた。お前それ人毎日会ってない？めちゃめちゃ親友じゃない？ありえないから。15キロ減ってて人が変わんないなんてことありえないから。155キロ元？すごくね？痩せちゃダメなんじゃね？それな、そっちの道に行った方がいいんじゃない？希少価値高すぎねえか？今163になった。すごっ！なんかに利用した方がいいよ、それ。上限がなくて困ってる人さん、ないだろうね、その感じだと。ビスケット売り場の彼女みたいになっちゃうよ。すごっ。173センチで、え？やば。初めて見た。でもさ、その15キロのさ、労力ってそんなんでもなくなかったくはないのか？ちょっと俺の想像の範疇を超えてるな。163とかなると動くのかきついのか？
立ち上がるのがきついかな。ジュースを1ヶ月目でサラダ摂取しただけで15キロ減った？すげえな。楽しくてしょうがなくない？そんな楽しいダイエットある？燃えまくってるじゃん。俺たちのダイエットの人、ちょっとスケール感ちげえじゃねえかよ。なんだよ、そのダイエット。でも100、これマジの話すると、163キロ、いや健康面で言うと痩せた方がいいんだけど、163キロが、その平均体重に行った時に73センチの、その多分手術がいるんだよね。皮が伸びてると思うんだよな。そこむずいね。ただ痩せ、うわ！軽率に痩せろって言われないわ。普通、なんか痩せるって何かが残んな、綺麗になくなるんだけど、君の場合は残ってしまうしね。手術がその確定で伴うものになってしまうからさ。俺と一緒に YouTube やんない？いないもん。それマジで新コンテンツだよ。すごいなぁ。広いな世界マジで。海外の企画なんだよな、本当に。日本人でそこまでいけるってなかなかないから、なんかに利用できたらおもろいよね。あともうちょっと俺に聞くのは違うかも、それ。健康状態とか、なんか骨の強度とかも筋トレに作用してくるレベルだから、ちょっと俺がなんか、これいつもな普通の人に向けてのダイエット方法とか言ったら、ワンチャンなんか折れたりするかもしんないし、歩くときになんか支障をきたしてると思うんだね、膝とかに。そもそも歩くっていう行動自体で支障を多分きたしてると思うから。医者が骨の太さとか骨密度が人の 1.8 倍らしく、医学的に歩けてるのがおかしいって言われました。新人類じゃん。新人類がうちの配信にいる。どういうこと？本当にバキに出る人やん。おもろすぎるな、マジで。でもちょっと俺は責任を取れないわ、それは。高1の時から3桁を超えてた？運動してたの？ずっと帰宅部？高校はアーチェリーでした？どういうことだ？どういうことなんだ？なんで生かそうと思わなかったのか。マルファイトはタンクした方がいいんだよな。TPS に回っちゃいけないんだよな。その適材適所ってのがあるんだぜ。現役の当時はベンチプレス120キロ上げられてました。で、現役ってアーチェリーの話だよね。アーチェリーってベンチプレス120いるの？すごい。ボクシー、プラーフレーポワーすごいじゃん。バリスタ要員や。バリスタ要員。ありえるか？格闘技とかアメフトとは勧誘されましたが、痛いので断りました。多分、お前の人生でかい、その、感じてきた痛いって、普通の人の痛いに到達してないよね。俺たちの痛いとは違うよ。内臓の痛みとは感じたくないでしょ。到達しないもん。ダイアイアイアイよ。ほぼダメージカットしてるのに、お前は。いるんだな、世の中には。で、お前はその、いろんな分岐の中、その自分の体格を生かす世界線に行かなかったんだね。バドミントンとアーチェリーだもんな。お前が最適な世界線を選んでいたとしたら、お前はこの配信でコメントをしてる人材ではないからね。世界に羽ばたいているぞ。アベンジャーズの一人まであるからね。ハルクとなんか二大巨頭みたいになってるぞ、お前。ハルクとお前みたいになってるよ、今。でも最近痩せようと思ってるんだ。どうしたのお前。
なんで？なんで痩せたいの？163まで行って健康的とか考えないでしょ。何が動機なの？いや、一度163行くやつがなんか健康とか考えないでしょ、絶対に。電車の座席シートに座りたい。いや、あのね、途方もないぞ、それ。相当頑張んないと無理だよ。それは無、それは遠いなぁ。あと、お前今、それが最終目標って打つのを、お前何回も打ち直したべ。指太くて。タイピングにも絶対支障出てるでしょ。痩せよう！お前痩せようぜ。前は、前はどうやって痩せたのっていうか。まあじゃあちょっと今、じゃあジュースを何リットル飲んでるのか言ってみて。お前の食事、お前の今取ってる食事を今ここに書いてみて。お前どんな食事を取ってるの今。1日に。コーラ3リットルマスト？はマストって何なんでそこにノルマがあるの？コーラの最低ラインにマストっていうことが伝わったのはお前だけだよ。じゃあその水、それを全部水にしてください。まずは。でもゼロコーラなんです。関係ねえよ。お前クソほど食って体すこやかじゃ飲んでプラマイゼロですって言ってるやつと同じだから。なんでゼロコーラならいいと思ったんだよ。普通のコーラはあんま好きじゃないんだよな。じゃねえんだよ、ふざけんな。今の中でその食生活の食の方変えなくていいよ。その取ってる水分をコーラから水に変えるだけでいいよ。今水って味なくないですか？ないよ。そこの話誰もしてなくて。君からのコメントは DM 待ってます。本当だ、今気づいた。名前お前こんだてやん。かわいすぎだ。